これが第三清掃に通じている転移陣やな。本来はここに輪を封じるための古代装置が置かれていたはずなんやけど。輪を封じる、もしかして報告書にあった第一結界。ああ、異空間の中で輪を時間凍結するっていう仕掛けだったみたいやな。そこまでしててもゴスペルによる影響は防げなかったみたいやけど。なるほど。ですが結局輝く輪はどこかに消えてしまいました。浮遊都市が崩壊したことから完全に壊れたのではないかと推測されているようですが、ワイスマンが動揺していた以上、何か予測もつかないことが起きたのは間違いないでしょう。おそらく逃げてしまったワイスマンを捕まえない限り真相は闇のままだろうな。今どこで何をしているのかは想像もつかないが。ですが報告では、その件に関しては教会でも引き続き調査中ですわ。ただ今回の件に限って言えばワイツマンは無関係やと思います。関係してたらこれ見よがしに挑発してくるでしょうし。確かに、わざわざ仮面をつけて登場する意味はないか。ま、そのあたりも含めてまだまだ謎は多そうです。先に進むんなら敵の出方も含めて注意しといた方がええでしょうな、リス。ええ、そうですね。ここはどうやら翡翠回廊と同じく異空間に作られた回廊みたいやな。ケビン、あれ。金色の門と銀色の門。なんや、いきなり思わせぶりな場所に来たな。またか。あの時の異邦者よ、聖杯の断りに連なる者よ、聞こえますか？ああ、聞こえとる。これより先は双子の回廊、同時に進まなければさらなる深淵にたどり着くことはかなわぬでしょう。門の制御を石碑に託しました。聖杯に連なる力を持ってそれぞれの道を進んでください。ですがどうか気をつけて、一度門に入ったら試練をくぐり抜けなければ。なるほどな。今まで聞こえてきた声は全部彼女のもんやったんか。しかし一体何者なんや。いずれにせよ気になることを言ってましたね、
聖杯に連なる力を持ってそれぞれの道を進め。ああ、意味することは明らかやな。この場合俺とリース、それぞれが同時に2つの門に入る必要があるってことやろ。うん、私もそう思う。多分そうしないとその先にある清掃には進めないっていうルールみたい。面倒なことになったな。いずれにせよ二手に分かれる必要が出てきたということだな。そうなるとこの人数ではいささか心もとないが。だったら拠点にいる人たちの力も借りた方が良さそうですね。そうすれば4人ずつの組に分かれることが可能ですし。え？ですが先ほどの声は私とケビンにそれぞれの道を進めと。いや、だからといって助っ人を連れて行かれへんとは言ってなかったのも確かや。何があるかもしれへんし、ここは素直に力を借りとこう。わかりました、よろしくお願いします。こちらこそ。どうします、早速拠点にいる人たちをここに呼んできましょうか。いや、いきなり呼んでもみんなそれぞれ準備があるやろ。多分門の中に入ったら簡単には後戻りができへんはず。万全の準備を整えてから全員で集まることにしようや。
了解した。反応したみたいやな。準備は整ったか。リス、覚悟はええか。問題ない。ケビンの方こそ、その…ん？なんや？やっぱ俺がおらんと寂しくて仕方あらへんか。ありえないから。もういい。早速中に入りましょう。オッケー。そんじゃみんな、第三清掃の攻略を始めよう。多分それぞれ終点まで行ったら合流できるはずや。また悪魔が出現しないとも限りません。無理をせず慎重に進んでいくことにしましょう。もうしまいにしようか。これが真の実力や。なんとか追っ払ったか。しかし、なんや今の決体なの。例によってただの魔獣ではなさそうですね。おとぎ話に出てくるようないたずら好きのグレムリン、そんな類かもしれません。なるほど、骸骨甲冑亡霊ときて、おとぎ話の子鬼ときたか。どうやら一筋縄では行かせてくれないみたいですね。
もうしまいにしようか。これが真の実力や。そこや。これが真の実力や。そこや。そこ。そら。し。や。ま、僕に任せときな。そこや。おお。やあ。し。そら。そこや。よかった。もうしまいにしようか。そこ。もうしまいにしようか。そこや。これで一安
安心ですね。もうしまいにしようか。よっしゃ、次行こうか。戦闘終了、先に進もう。そこや。これで一安心ですね。これで一安心ですね。汝、剣をもって己を語る者。そこや。
ところで。今助けを。戦闘終了、先に進もう。これが真の実力や。戦闘終了、先に進もう。
や、えらい立派なボウガンやなって見とれてしまっただけや。せっかくやし有効活用させてもらおうかな。これが真の実力や。終了、先に進もう。あれはもしかして出口でしょうか。ええ、その可能性は高そうですな。リースたちの方も順調にいってるといいんやけど。簡単には通さないってことだね。リースさん。
操られたんか。もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。
もうしまいにしようか。走开！
で一安心ですね。おっと、どうやらこれで試練とやらは終わりみたいやな。それにしてもまさかリースそっくりに化けてた魔物やったとはな。さすがに驚きました。てっきり操られたのかと思ってしまったんですけど。ええ、よく知ってる俺ですら一瞬騙されかけたくらいですわ。お供に現れた鏡みたいなんもかなりヤバい呪具やったし、やっぱり敵が仕掛けたものに間違いないですよ。そうなるとリースさんたちの方が心配ですね。先を急いだ方がいいでしょう。なあ、とっとと門をくぐろうか。